皆さんどうも、ピーマンです。今回、二の国実況6回目になりますぞい。現在の目的はですね、試練を受けるため、精霊の神殿へ行こうっていうのが目的ですね。これが精霊の神殿になるかな？うん、来たね。で、前回の実況じゃ仲間になりましたからね。新キャラクター、丸ですよ。頼もしいね。オリバー。え？何？オリバーはさ、なんで旅をしてるの？ジャボーを倒すなんて普通の子は考えないよ。そうだね。母さんを助けたいんだ。お母さん？うん、僕を助けようとして死んじゃったんだ。でも雫がその原因はこっちの世界にあるって。じゃあお母さんを助けるための旅なんだ。そうだね。素敵だね。え？誰かのために一生懸命頑張るって素敵なことじゃない？私だってオリバーみたいに素敵な旅ができるといいな。ごめん、なんかそっちは大変なのにね。ううん、いいんだ。でもジャボーは手強いよ。あいつは人の心を奪って自分に歯向かう者を抜け殻人にしている。誰もあいつに逆らえない。誰もあいつには勝てない。知ってる。でも僕は絶対に倒すでしょ。あ、うん。でも不思議、全然強そうじゃないのに私オリバーならできそうな気がする。なんでかな。マル、さあそろそろ休もっか。うん。じゃあ、精霊の神殿行きましょうよ。何？賢者の娘の健やかな心によってマジックマスターの封印が解けたとのことだね。おお、伝説の物語のページを手に入れたよ。よっしゃ。じゃあ進んでいこう。いざ、精霊、神殿、レッツゴー。おお、来たよ。なんだこれは。雰囲気がちょっと怖い感じ。重い扉を開けて、さあ、何が出てくる？バンバカバーン。出てこないね、何も。うん。よし、じゃあ行こう。開けまーす。今度こそ開けまーす。何がある？あ、さあ、なんかじじいいるんですけど、なんだこのじじい。えらくごついじじいだな、思った。ねえ、普通仙人ってね、細いもんだけどね、ごつ。誰よりも強いだろ、こいつ。このお方が仙人様か。あの、仙人様。私たち試練を受けに来ました。
ほら、仙人様じゃないだろ。え？若者、仙人はわしじゃ。え？こっちは弟子の城主じゃ。もっと仙人っぽくないやつが出てきたね。精霊の神殿、そしてこれが仙人様という、全然仙人っぽくないよ。ポコロ様、すげえ名前だな。名前もちょっと可愛らしいっていうね。あ、質に始まるね。なんであのパパ早く帰ろうとしてるんだ。一体何があるんだね。なんか事情があるのかな。うん。試練は全部で3つある。そのうちのまずは、知恵の試練と友情の試練。2つの試練を受けてもらうだそう。OK、わかりました。うん。あ、2つをクリアすると力の試練の扉、受けれるようになるってことですね。なんだろうね、知恵と友情の試練、気になるが。じゃあどっちか行けばいいんだろうな。まあとりあえずこっち行こうか。行きます。まあ、受ける順番はどっちでもいいんだよね。友情から受けようかな。 あ、知恵の試練から来ちゃったね。まあいいや。はい、知恵の試練となります。これが、うん、お、もう始まるのか、これ。おそらくブロックを動かすパターンだと思うんだが、違うのか。これ多分ブロック動かすと思うんだけどな。いや、でも動かないな。これなんか紋章書いてるからさ、この、あれ使えばいいんじゃないの？操り糸？これだね？おう。あ、これだ、これだ、これだ。これで銅像を動かせるようになるんだ。戦士が左を向くと、鳥。右を向くと竜がいる。あ、これ簡単じゃないですか。ねえ。左を向くと竜がいる。獣が右を向いても誰もいない。あ、これは簡単だね。オッケーオッケー。わかりました。そういうことね。はい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 。全部わかったね。はい、あやつり糸。こういうこと。まず獣は右側だね。一番右。で、これで、ほんで、どっちだっけ？鳥が左にいるって言ってたっけ？そうだったよな。で、まず鳥を左に持っていって、まあ、これは順番間違ってたらまた変えたらいいだけだからね。で、次、ドラゴン。はい、竜をここ。はい、竜をここ。ほんで、最後、はい、獣。OK じゃない？違う？これだ、これだ、これだ。んで、鳥、ほんで、最後、竜を右、右に向けば竜がいる。で、これで終わりでしょ。はい。え？何の進展もなし、え、違うの？え？なんで？左を向くと、左を向くと竜が、鳥がいてって、順番的に絶対これでしょう。
何用かな。うん、戦士が左を向くと鳥、今いるよね、鳥がいて、右を向くと竜がいる。うん、そうだよね。で、獣が右を向いても誰もいない。右ってこっちじゃん。うん、え、じゃあ合ってるじゃん。え、何が違うのこれ。ねえ、こっちから見て右ってことでしょ。あ、獣側、あ、獣側から見て右。あ、これ逆だ逆だ逆だ。申し訳ない。俺ずっと勘違いしてたね。そういうことか。俺から見て右じゃないもんね。そうだよ。だからこのままだと獣、俺から見て右だったら、こっちになるんだけど、これ違うわ。申し訳ない。この銅像側で見るのとあれで見るの、ちょっと違ってたね。そういうこと。はい、これこれこれ。ほんで、左を向くと鳥って言ってたもんね。うん、まあいいや、まず獣こっちですね。全部逆にすれば OK だね。ええ。勘違いだ。俺目線で進めたからね。それではクリアできないわな。ちゃんと文は読むべきだね。よし。ほんでこれで OK。はい、これでクリア。イエース。そういうことだね。え、で、これで終わり？まだあんのかな？試練つったら。多分1個2個じゃないでしょ、これ。オッケーオッケー。この知恵の試練の進め方が分かった。ね、なかなか何したらいいのか分かんなかったからね。ほら、ゼルダの伝説とかだと自分で動かしたりするじゃん。これは魔法を使って動かすんだね。ここも同じような感じか。動かす系だね。ヒントを聞こう。いきなりヒント聞くわ。地図に描かれし精霊が石板の一つとなりしき扉を開く。石板、一つとなりしきってなんだ。あー、パズル的なものね。おそらくそうだろう。これなんだ、これなんか精霊の顔なのかな。顔っぽいよね。これはどうしたらいいんだ。わかんねえな。どこだ、こんなわかる。あ、こういうことじゃないのねえ。あ、これ一つ正解来たかもしれない。これ見てまんまそうでしょ。ほんで、お次これ。これ何？これも目の部分だよね。どこだ？模様がちょっと見づらいのがあれだけどね。あ、これあれじゃない？目の部分じゃない？これ。ねえ。これそうっぽい。これ丸いの、は、ここか？あ、合ってる合ってる合ってる。まさにそうだね。オッケーオッケーオッケー。イエス、これあった。ほんで、お次、これだ。これ何の部分だ？あー、ここだ！オッケーオッケー。ほんで、こっちも？ここ？合ってる。いや、合ってる合ってる合ってる。あ、これで終わりじゃない？イエス。終わってない？まだ違うの？ Why？ 最後どこだ？俺はこれで合ってると思うんだけどね。どれずれてんだ？目合ってるし、ここ真ん中の口も、これも合ってる。いや、どれだろう？これ、ずれてる？これか？いや、どれがどこ置けばいいんだ？あ、よかった！これで正解か！あー、よかった！やっぱ左側おかしかったんだね。左奥の下のやつが。あれ、ずれてたか？ぴったりリンクしてたと思うけどね。あ、これで二つ目クリアだ。これちょっと時間かかったね。ここ、俺はてっきりこの下のこのとこかなと思ったんだけどね。この部分かなって。もう一つ上だったんだ。それ以外完璧あったんだね。もうここは絶対合ってるもんだと思ってたから、もうそれ以外のとこいじくり回ってたらね。お、なんだこれ。あ、これさっきと同じような感じね。何か言おうかな。いや、いきなりヒント聞きますよ。鳥は星の上に立ち、月と竜は結ばれる。獣は星と月、そして戦士と結ばれる。ってことは、鳥は星の上に立ち。ですね。鳥は星の上、星が3つあるからね。まあ、星の上、まあ、これはどこでもいいんだよ。で、竜は、月と竜は結ばれる。月と竜は結ばれる？ってことは、結ばれなきゃダメだってことだもんね。じゃあこの太陽の部分に竜を置けば OK でしょ。ほんで、獣は星と月、そして戦士と結ばれる。星と月？星と月。で、あ、わかったわかったわかった。あ、これ簡単じゃないですか。あ、全部わかったわかったわかった。待てよ。いった。うん。うん。おしゃおしゃおしゃ。これは分かりました。一発でいけそうだね。まあ違ってないと思うよ。あ、でもちょっと説明忘れたな。まずは星の上に鳥を置き、そして、月と竜は結ばれる。
月と竜は結ばれる。ほんで、この太陽のとこ置いて竜と結ばれてるでしょ。ほんで、獣は、星、なんだっけ、星と月に結ばれ、そして、戦士とも結ばれる。お、これでしょ。これで終わりでしょ。え、違うの ?What? 違う。鳥は星の上に立ち。鳥は星の上に立ちゃいいんだよ。星はどこにでもあるからね。立ち、月と竜と結ばれる。あ、これ竜とも結ばれないとダメってことなのか。月と竜と結ばれる。あ、俺勘違いしてたね。立ち、月と竜と結ばれる。もうここで俺一問終わってると思ってたんだ。申し訳ない。俺の勘違い。だとしたらこれ相当簡単だよ。ねえ。あ、わかった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 。申し訳ない。俺はね、てきり月と、上に、星の上に立ちで、ここでもう鳥は終わりだと思ってたのよ。文的にね。俺の勘違いだ。これじゃめっちゃ簡単じゃないですか。ちゃんと読まないとダメだね、文字は。俺そういうの突っ飛ばすからね、説明書読まないタイプの人間だから、こうやって苦戦するんだよな。つまりはこういうことでしょ。ここに、ね、置いて、で、次ここに竜を置けばいいんだ。ほんだら、星と、月と、竜が結ばれるってなるからね。こうでしょ?はい。ほんで、こいつらだよな。こういう、なんだっけ?これで置いて、ほんで、月、ここか?あ、お、よかったよかったよかった。イエース、これでクリアだ。ちゃんと文は読まないとダメだね。終わり?これで。まだあんのかな?とりあえず開いたよ。終わりなの?行くよ。あ、よかった。無事終わりましたね。ちょっと時間かかりましたが。うん。知恵の玉をもらいました。知恵の玉玉ですね。イエイイエイ。うん。はあ、こういうことだったんだね。俺はもう壮絶な感じが、それはいつまで経ってもできんよ。あれな、おかしいな、おかしいなって。言ってたけど。それできへんわな。で、お次は、友情の試練ですか。知恵の試練を乗り越えたピーマンにも怖いものはないだろう。何すんの?教えてみろ!なんだこれ!嘘だろ!なんだこれは!やってきたね、これ多分同時で動かすパターンのやつじゃないの?え?道がなくなっていったよ。うん、これが友情の試練。信じ合い、共に歩む心は道を開く鍵となる。さあ、二つの光の上に立ち、共に歩むのだ。うわあ、これ同時に動かすってわけじゃない。あ、落ちていったんですけど。What? え?これ待って、最初のあのルート覚えとかない、ダメなんじゃないの?え?どこやっても落ちるんですけど。あ、これまず上に乗せればいいってことね。あ、そういうこと。あ、踏んだら道出てきた。ん?どうすりゃいいの?どうすりゃいいの?ん?道が出てきたよ。OK。これむずくない?これむずくない?だんだん落ちていくってパターンのやつね。はい、落ちていった。わーお!なんじゃこれ。よし。はい、はい。これむずい。これむずい。慌てるなよ。慌てるな。どっちも見ないとダメだからね。先々行けばいいんだ、片方で。同時に動かす必要性はないからね、これ。道はだんだんなくなっていくんだけど、ね。これ片方動かして、ほんでもう片方で動かして。で、もう片方でここまで行って、おお、ほら、もう終わりじゃん。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。イエース、これで終わったよ。はええー、今のお茶飲んで?嘘だろ、おい!マジっすか?今のアウトっすか?もう、最悪あそこまで行ったのに。意味不明すぎるでしょ。なんで今の落ち判定なの?落ちてないよ。足滑らしてないよ、俺。OK。慌てずやれば冷静に行けば簡単に行ける、こんな。はい、OK。あ、これはちょっと簡単だね。いける。ほんで?これ上走ればいいってこと?よしよしよし、また来たよ。わうわうわ、いきなり道がないパターン。オッケー。うわ、もう最悪。え、全部やり直しかい。うわぁ、嘘だろ、これ。めんどくせぇ。全部やり直しかい。いや、違うな、さっきと同じだ。全部やり直しではなさそうだね。で、うわ、これちょっと待って。片方で踏んでいかないとダメってパターンじゃないの、道を。ねえ。え、道ないんですけど。あ、で、丸で踏むのか。
ッケー。うわ、これ出た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 。やばいやばいやばい、急げ急げ急げ。これむずいパターン来たぞ。よし、そっちに道現れるんかい。よし、いいぞいいぞ。は、ちょっと待ってください、何それ、なんで落ちてんの。わーい、ちょっと意味不明、説明不足にも程があるでしょう。どういうことどういうこと。あ、ずっと乗っておかないとダメってことね、渡ってる間は。そういうことだ。次どっちあったっけ、こっちか。はい、オッケー。これはむずいぞ。丸が渡りきるまで上にいるのが、ここに残っとくのが正解だったんだ。うん、ほらほらほら、そうしたら落ちないからね。はい、次次次次次。これむずい、これむずい。あ、よしよしよし、もうゴールか。よし。S、S、S。よし、これでクリア。で、よし。これ長いしね、また。はっ！うわー、最悪。同時に行くことを放置した人間だ。ん？よし。ここ、もう同時に、ペース的に同時で行かないと無理だね。俺の作戦が全く通用しないよ。うわ、無理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 。これは難しいぞ。道を覚えるしかねえんだよな。どっちかに集中するってことがまず俺はできないから。はい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 、はい、はい、はい。見えない、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 なんなの、見えない、見えない、見えない。オッケー、オッケー、オッケー。とりあえず進むとこまで進んでやったわ。ゴーゴーゴー、ゴーゴーゴー。慌てずに行けば余裕だ。で、次は、オリバー、オリバー、オリバー。ん？互いに道ないパターン、これ来たか。え？あ、互いに踏まないとダメなパターンね。よし。イエーイ、これでクリアか。どうだ、まだあんの？これで終わり？イエス！終わった、ようやくだ。もうこれクソムズじゃないですか。え、これ待てよ。でも第一ステージってことじゃないの？第二ステージあるよね、これ絶対。うわ、これ絶対あるパターンな。どうなの、クリアなの、クリアでいい、もう終わりでいいよ。これムズいわ、やりたくないもん、俺次。あ、よかった、これで終わりか。はぁ、厳しかったよ、ほんと。これはムズいね。この手のパターンのやつ俺好きじゃねえんだよな。マリオパーティーとかでよくあるんだけどね。もう、俺と同じチームやったよ、なったやつはもう全然ポイント稼げないからね。俺クソ下手くそだから。兄貴にめっちゃぶん殴られてたもんね。お前下手くそじゃやめろ、言うて。よし、これで、あと一つのね、力の試練だ。残るはね。一番難しそうだけどね、それが。名前的には何かボスを倒さないとダメな感じだよね。うん。おー、やっぱりね、戦う力。さあ、こいや！行くで！準備はできている、いつでも OK だ。最後の試練。なんや、真っ暗やな。オリバー、あれ。わお、力を試すもの。怖い名前だね。こいつを倒せばクリアだね。おっしゃ。これは強いぞ。バラゴス。え、でもゲージは少ないね。そこまで
あれ強いって感じはしないけどね。まあいいや、はい、まずはルッチから行こう。行ってこい、ルッチ。はい、戦え。うん、どうした？あ、よしよし、狙って。わお、銃、めっちゃ食らうね。うん、別にこれ余裕でいけ、これ別に難しくないよね。いけないことないじゃん、普通に。よっしゃ、行こう行こう、ゴリ押しあるのみですよ。はいはい、オッケーオッケーオッケー。どこに行く？わお、すごいダメージだ。何？守れ守れ守れ、すごい攻撃来るぞ。わあ、危ねえ。はい、オッケー。行こう、ゴー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 。あ、まずゲージ切れる。じゃあここはウッキー行こうか。はい、オッケー。ん？真っ向勝負で戦う。後ろから戦っちゃダメってことね。あ、ノー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 。オーマイガー！ガードするの忘れた。まずいぞ。わあ、わあ、わあ、いかん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 。めっちゃ食らうじゃないですか。嘘でしょ。ためろためろためろ、今はためる時間だ。はい、暴れろ。ほらほらほら、全然攻撃当たってない。ノノノノノノノ、いか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 、わわわわわ、これはまずいぞ、これはまずいぞ。マル大丈夫かい？マルがちょっと体力的にピンチってるね。まずまず守れ守れ。はい、オッケー。マル大丈夫かい？ちょっとキャラクター入れ替えた方がいいかもしれない。よっしゃ、うん、やってくれ。歌歌歌。あ、 MP ない。嘘でしょ。あ、ナイス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 、よく回復した。守る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 。よし、いいぞ。遠く離れてだ、大丈夫だ。うん、ほんでキャラクター行こう。セバですね。セバ行ってこう。避ける避ける避ける、当たるな当たるな。ノー、おー、避けろのタイミングが早すぎたね。ビリリってなんだ。電気弾をつけて敵一体にかなりのダメージを与える。いいね、電気弾ビリリ。おお、31かなりのダメージだね。いいぞ、もう半分切ってるしね。普通の攻撃はクソみたいに食らわないけど。はい、ビリリ行こう。これ MP3 でこれだけのダメージはいいよ。何？いかんいかんいかん、避けろ避けろ避けろ。あ、別に避けなくて OK だ。オリバーに切り替えよう。ここは行こう、オリバー。ルッチルッチルッチ、行け、ゴー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 。しゃ、もうあとちょっとで倒せるぞ。ノノノノノノノ、裏から行ったらダメだからね。表じゃないとガードされる。硬いからね。破壊することもできると思うんだけど、あれ。よし、ナイス。あ、ゴールデン玉、ゴールデン玉、イエスイエスイエス、ゴールデン、ナイス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 。ソウルハーモニー取った。あんたが取るんかいっちゅうね。いや、全然いいけどね。ソウルハーモニー、えゆー。これ何？あー、回復系魔法ね。これはありがたいね。ちょっとルッチのゲージが切れる。よっしゃ、ここ切り替えて、そして魔法、あ、いいね、魔法落ちてる。ファイアボール使おうか。いや、ここは衝撃波、いいね、これ使ってみよう。はい、おお、40のダメージ、素晴らしい。いいぞ。まずい、これもカードできなかった、間に合わなかったか。いかん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 。魔法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 使えない、魔法使えない、アイテム使えない。うわ、丸やられてるじゃないですか。ふんわりパンふんわりパン。オッケー、回復回復。いかん、丸がやられてるぞ。嘘でしょ。あー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 、あとちょっとなのに、あとちょっとなのに、このあとちょっとが難しい。アイテムアイテムアイテム、ふんわりパンふんわりパン。オッケー。なになになに、守る守る守る。当たらないね、この距離だと当たらない。しゃ、ちょっと MP 玉が欲しいな。出してくれねえか。念力波、これも当たらないだろう。一応守っとこう、うん、まあ当たらないね。よっしゃ、ルチ行こう。あとちょっとで負けるのは勘弁願いたいぞ。ご了承あるのみ。守れ、間に合ったろ。よし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 。 OK、 戦え。体力ピンチ。あ、ノノノノノノノ、逃げて逃げて逃げて。なんでふんわりパ、はい、オッケー。これは難しいぞ。あと一歩というとこなんだけどね。しゃ、 MP の弾出てこねえか。念力は、これも大丈夫、これだけの距離取ってればね。あれが出てこないと回復できないからな。オッケー、ゴーゴーゴー。ルチルチルチノー、ルチ守る、ルチ守る。いけいけいけ、あとちょっと。ルチ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 、ゴリ押しゴリ押し、ルチゴリ押し、ルチ。オッケーオッケーオッケー、ちょっとピンチちょっとピンチ。
ちょっとピンチだかか。あ、ゴールデン生、ゴールデン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 。何？何？一応守っとこう。封印？嘘でしょ？何それ？あ、嘘でしょ？目の前でゴールドがなくなっていく。嘘？何その、何その確率？マジっすか？しゃ、もういいや。倒そう、倒そう、倒そう。ゴールデンボール落ちてきたの、もったいないわ、今の。なんじゃ、その確率。しゃ、もう終わる。イエーイ！無事討伐！これはちょっと今までない難しい戦いだったね。これで終わりだよな。なんかやたらとゲージが少なかったからさ、一応ボスでしょ？普通ボスのは下に大きく出るんだけどね、今回なかったからね、もしかしたらなんか2対3対倒さないとダメなのかなと思ったら、そうじゃないね。しゃ、精霊のオーブを手に入れましたよ。えいゆー。うん。あ、これあれなんだね。丸やられてたけど、丸やられてても俺経験値もらえるんだね。あ、これはいいね。トンカチを覚えた。すごいな。これは他にない RPG だね。ドラクエとかだと入らないけどね。はい、バラゴス今回倒した、ボスになりますね。力を試すものっていう、めっちゃかっこいい。うん。はい、力の玉、これで3つの試練すべてクリアじゃないでしょうか。おお、見えざる道、なんじゃそれ。目覚めよ、ほうき。二つの魔法ってくれたね。楽器を扱えるもの？ってことは、丸ってことか。はい、出すって友達か。これが精霊のハープじゃ。うわ、綺麗。精霊のハープを手に入れた。これが今後なんかいいアイテムになるんじゃないの？うん。あ、捕まえれる。そういうことだね。なんか気持ち悪いのいっぱい出てきたよ。何これ、捕まえたくないんだけど。うん。好きなものを仲間にしてみよう。うん。戦いの中で試す。あー、仲間するのね。いや、もうめっちゃ懐かれてるけど。いや、どれも別にね、そこまで。正直ね、どれにしたらいいんだろう。お、これ一番左のやつでいいかな？うん。ソロッパ。守りや技が高く敵を眠らせる時などを覚えるバランス型のイマージン。あ、これはいいんじゃないの？今後役に立ちそうだね。ズバリこやつが一番おすすめじゃ。おぉ、じきじきだね。ほんでこいつは？ぐひひ怖えよ。キーマ。うん。力が強く育てれば攻撃の特技を覚える攻撃型イマージンじゃ。うん、つまり、お前、全部おすすめするんじゃねえだろうな。はーい。フラピーチ。力弱いが技が高く、回復系の特技が使う。うわ、これもいいな。迷うな。攻撃型を取るか、状態異常系を取るか、回復役。まあ、でも回復はね、正直オリバーも使えるし、マルも使えるしね、いらねえかな。だとしたらね、今まあ、ルッチもこれ割かし攻撃型だからね、あいつも。これかな？うん、これにしましょう。ソロッパですね。よっしゃ。決めた。うん、決まりました。うん。よし。じゃあ実際仲間にしてみましょう。これ初めてですね。敵なの？で、うん。準備できている。でもこれ、
え、こう、まず攻撃するんだよね。好きなの。あ、もういきなり歌できんの？うん、まずは魔物倒す。そうだよね。うん。ありがとう。何度もそれ言ってくれるね。飼いならしてるから攻撃してこないっていうの。すごく安心できるよ。うん。一方的にボコボコにするっていうのもあれな話だけどね。これから本当仲間になんのこの子。ねえ、ちょ、かわいそうになってきたんだけど。はい。1ずつ与えていくっていうね。はい。はい。はい。全然死なねえ、こいつ。なんなのこれ、妙に硬いんだけど。この妙な硬さをね、仲間になった時もね、発揮してくれたらいいんだけどね、仲間になった途端に弱くなるやついるからね。よし、これ倒したよ。で、これだ。はい。近づいて歌を奏でればいいのね。うん、うん。たまにこうなるやつもいるんだ。うん。頭からラブサインが出てるな。これが仲間になりたいという合図じゃ。えいゆー。うん。あ、そういうことね。早く奏でないと逃げるのだ。うん。ほんで、はい。OK。仲間の歌。おー、来たぜー。やったー。そんな嬉しくないけどね。うん。見た目的にもね。正直、ドイツもなんか気持ち悪い見た目だったんでね。どれ選んでも正直外れかなというのが感想ですが。あ、こうやって仲間にしていくんだね。わかりました。はい、僕はソロッパを選びましたのでね。これでいいでしょう。あ、これ気になってたんだよ。なんか横にあった。うわ、気持ち悪い。なんだこれ。怖えよ。これ何なの？イマージェンホール。バイバイじゃねえよ。ああ。めっちゃ教えてくれるね。休憩させてくれ。ここで終わんなよ。行こうよ。進化させていこうよ。うん。おお、サンドロップを手に入れたね。はい、ルッチにおやつを与えていこう。さっき手に入れたサンドロップ。はい、これだ。クエルッチ。あ、ヤルッチになるよ、これ。なんなの？あ、じゃあ決定いいでしょ。進化させましょうよ。早いな。これも、服の色変わっただけじゃねえか？ねえ。服の色、家で変えてきただけでしょ。コマンドスロットが一つ増えた。まあいいや、初めての進化ですね。ルッチがヤルッチ、ヤルッチになりましたね。うん。ああ、そういうことね。進化させるとレベル1に戻ってしまうってことだ。うん。理解できました。どうもありがとうね。めっちゃ教えてくれて。呼んでねえよ。これで精霊の神殿は終わりになりますね。バラマシア王君、帰りましょう。おお。わお、どういうこと？
おー、燃える展開やってきたね。オーケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりでいいでしょう。追いかけてくんじゃねえ、バカ野郎。あー、今、あー、ばー、最悪だ。逃げようと思ったんだけどね。オーケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況でデカロックさんの大噴火を止めようというわけで、こちら向かっていきたいと思いますのでね。とりあえず今回精霊の神殿をクリアすることができました。次回の実況もお楽しみに。グバイ、また会おう。